不思議な縁みたいなものをすごく感じていて、特別な場所だと思う。越後つまり、この地域では人々が暮らす大地はキャンバスになる。尊敬している画家のアンティ・グメルスさんという方が2009年の芸術祭で相沢に作品を作られたんです。この作品が本当に素晴らしくて、お手伝いにちょっと通ったりもしていて、お手伝いをした作品の体験がとても私の中に残っていて、なんか本当に偶然なんですけど、相沢の隣の集落に引っ越してきて、私の作品を展示することになって、なのでこのなんか不思議な縁みたいなものをすごく感じていて、本当になんか光栄なことだなって思っています。山から水を引いてきたんですけど、家に水道がなくて、6年前に十日町市に引っ越してきて、移住してからの生活とか実体験に基づいた日記のような、ずっとつながって流れていくようなつながりを持たせたかったので、巻物にしてみました。出産して子育てが始まったっていうのはすごく大きかったので、それと移住とが一緒にやってきて、すごく、まあ、大変なこともあったんですけど、絵にしてみると不思議と受け入れられるというか、今までの絵にはなかったちょっとリアルなその自分のこととか生活とか実体験に基づいた作品になっています。なぜこの地域で大地の芸術祭は行われているのだろう。土器とか縄文時代のものが見つかってるんで、それからずっと人々が暮らしている場所なのかなというふうに思ってます。雪降るところに住んでる人は忍耐力がありそうだなっていう勝手な思い込みで、僕はこう人を見てるとなんかそれは当てはまる気はします。とにかくいっぱい体を動かさないと生活成り立たないよっていうのはあります。まあ、でもそれを全てお金で解決するっていうライフスタイルももちろんあると思うんですよ。タイヤを交換するのも一つとってもそうですし、薪ストーブ入れたいなって思ったら薪の準備をどうするか、働けばタダで暖が取れるけどそこをお金で買えれば大変じゃないとか、こちらの皆さん何でも自分でやる方ばかりなんで、じゃあ僕も焙煎自分でやってみようかなというふうに思って焙煎を始めました。自分たちにとって何が一番必要なのかした選択をしながらこう6年間過ごしてきて、全てが楽しいですね。なんかね、晴れてて景色がいい日もそうだし、雨の日に流れる雲を見てても自然の豊かさを感じたりとか、天気に寄り添って生きてる、そこでこう一喜一憂できるっていうのが一番楽しいかなと思います。季節を感じるのが好きですね。
豊かな土と水は美味しいお米を育み、豊かな大地と人々は素敵な芸術たちを育む。